万歳は南北朝時代から室町時代中期にかけての第五次の僧。僧としては破格の純三項を授かったことから、万歳授号、星新院樹号、美保院万歳としても知られる。安土桃山時代の義援授号と並んで、第五次中高の祖として知られる。父は、十一位、県大納言今、正治はじめ冬。万歳は、尊卑文脈によって、 元冬の孫と考えられてきた。しかし、満歳は元冬の子であることが判明している。母は、正和陰謀官法院原理の娘、白川殿。聖火の今、法事へは、関白二条件元の子与夫を子祖とする。母が、室町幕府三大将軍、足利義満の子台所、日の行使に仕えていた縁で義満の勇士となる。大英二年十一月に、 美保院24世門関であった、帝中が吉光の不況を買って追放されると、12月1日に、法恩院高志源の下で得度し、同時に、美保院25世門関、第5次、第74代雑となり、さらに大僧図に任命された。その際、吉光から、返記の授与を受けて満載とゴース。翌大栄3年9月16日には出家した、義光に同行して、 遠略寺において義満と共に受会している。足利義満の意向を背景に僧侶としての正式なスタートになる受会よりも、門座雑、大僧図任命が優先されたが、伝望勘定を受けるために必要な四度計業すべて規定通りに終了し、さらに、鎌倉時代に発生した未保院の放流分裂以降、分かれていた各派の教説を、すべての習得を、 王永19年までに終え、さらに、高野さん無料寺院の長角からも教えを受けるなど、当時の僧侶の中でも、軍を抜く弁学と修行によってそのハンデを克服した。吉光もその事情を致出しており、万歳がご地蔵に起用されたのは、吉光の死去直後である王永15年8月以降の、ことであった。王永2年から永響6年までは、第五次、第74大札も務め、 これ以後、美保院門跡が醍醐寺座を兼ねるのが例となった。その間、当時長者、四天王寺別当などをも兼ね、王永十六年には法務に任じられ、ついで大僧城の位に上る。昭長元年には、美保院門跡として、初めて潤三皇の戦時を授かった。吉光とその子である四大将軍吉持、六大将軍吉則の信任が厚く、内政。 外交などの幕政に深く関与し、国威の最小の異名を取った。特にくじ引き将軍、吉則を登場させたのは、満載の功によるところが大きく、差しもの恐怖政治を行った吉則も満載の権限には従うことが多かったという。幕政の中枢にありながら、情勢を冷静に判断し、人情に厚い満載の態度は、同時代人から天下の義者と称賛された。 満載が愚忠歴の裏にその日の出来事を記録しておいたものが、満載時号日記で、欧米18年から入滅の年までの記事があり、自筆本も伝存する。室町伝五地像として祈祷だけでなく、当時の政治情勢が国名に記録してあり、室町中期の極めて重要な資料となっている。その筆跡は、結相とは、ほど遠い属書である。ありがとうございます。